はい、というわけで、後半戦スタートしたいと思うんですけども、はい、先ほどですね、ちょっとしたトラブルが、トラブル？トラブル？ございまして心苦しいんですけども、はい、水瀬さんの大当たりパターンで、はい、五代推し演出の48フラッシュ、はい、チームサプライズ SPSP リーチで、はい、大当たりしたと、うん、そうなるとですね、はい、あれ3回ですね。そうです、くじ引きができるんですけども、2回しか引いてないと。おー、やったー、よかったよかったよかった、有力シンパシー SPSP で一つ、48ラッシュで一つ計3回引いてもらいましょう。おいい、あ、8のゾロ目、皆さん16ポイント獲得です。おめでとうございます。おあ、いや3回かなって思ってたところに来たら2回ですって。そうなんですね。あ私間違えたかなと思って何も言わなかったんですけど、水瀬さんは悪くないですよ。で僕は見てたんですけども、まあ一応大学まで出てるんですけど、数がですね2つを超えると数えられない。それでよく司会やってるなお前みたいなね感じなんですけども、そう言われるとそういえば私も1個なんか、いやいやちょっと嘘あったあった、いやいやフラッシュ来て、はい、SPSP リーチ来て当たったんですけど2回しか引いてないです。そういえば、いやいや皆さんどうしました？ですね、サプライズボタンが出て1回ダメだったんですけど、はい、また出てきまして復活しました。そうなるとゼブラが出て、はい、ゼブラだけですかね。ゼブラが出てで大当たりなんで、じゃあ2回見てください。適当司会者塩野さん、そういえば2回ミスしてたね。いやいや、それはなんかいいんじゃないですかね。なんかいい、みんな後半戦は適当司会者に気をつけてね。それではですね、後半戦、皆さん五代推し演出を引き当てて、さらに大当たり目指して頑張ってください。はい、後半戦スタート。はい、大丈夫ですよ、今回は数ちゃんと数えてますから、ね、数えてくださいよ。大丈夫だよ。現在のポイント状況は3人横並び状態だよ。一体誰が抜け出すのかな。あ、当たった。あ、ミカエルさん赤ホール熱い。2、3、4、いやこれ、あ、カウント動いた、激アツだ。激アツ、はい、激アツ来ました。はい、南さんはイントロ予告の、赤からイントロリーチですね。ここなかなか熱いです。さあミカエルさん来た、当たる、48ラッシュ来た、16シンパシー来た。これで2つ、5台押しポイント2つですかね。当たればボールが引ける、当たれば3回引けます。ボタン、あっと二階堂さんサプライズボタン上昇を外したのか、こんな出たのに復活もあり、あっと今日一の外し出た、すごいすごいの外しました。いやいやいや、今の 80% ぐらいあったんじゃないですかね。こんなんあんの。今のは司会者の主観です、無視してください、あくまで主観です。はい、大丈夫でございます。さあ、前半戦とはですね打って変わって、後半戦はなかなか熱い演出を外してますからね。これ最初に当たった人がね突き抜けちゃうんじゃないかと思うんですけども、そんな中マリカちゃんにチャンス。ネクストだって、これは今コチハルがネクストって言いました。ネクスト止まるんじゃないですかね。はい、ギジレース、ギジ3連です。あー、いいじゃないですか、赤くなってピンクになったもんね。あー、ここが赤が良かったな。微妙ですね、これはあのリーチ後の予告次第では熱いパターンに変化するんじゃないでしょうか。赤いよ、扉も、扉赤、チャンスアップです、これも。発展した、 S 止まりましたんで SPSP リーチ発展です。あ、でも普通の色です。いや、白ですか。はい、最後のね、ところでミニキャラ軍ではボタンがこう浮き上がる場合がありますから。そうですよね、諦めは禁物です。はい、はい、はい、マリカちゃん、まだ諦めないで。あー、ミニキャラだ。これは熱いんじゃないかな。いいかもしれませんね、こういうパターンは意外と当たるんですよね。
さあどうだ。じゃあこういう時って当たるパターンじゃないの。いやこれ午前中とはちょっと流れが違いますね。みんなダメですね、なんかね、皆さん突き抜けきれないような感じですね。ミニキャラ軍出たのに。前半戦と違ってなんだかヤバい雰囲気だよ。しかし、アキちゃんにチャンスが。うん、ねえ、いい感じになるんですけどね。決め手がちょっと、押し弁が、しかもこれ押し弁が今投げキスして保留が赤に変わって緊急告知来たんじゃないですか。さあネクスト出てますんで、これもう一回議事になりますけども、今激アツって言ってましたね。激アツって言ってました、言ってましたね。ついにアキちゃんが、アキちゃん来るか、これこっちこっちだから。さあ支配人は何を言うのか。じらしますね。はい、来た。熱そう。これは熱いですよ。これは期待できます。あー、いやいや、まだこれ大丈夫ですよ。あー、白か。まあでも赤ホールは結構強いんで、はい、まだまだいけます。 S が止まれば、はい、止まりました。これでスーパーリッチ最終形発展でございます。リバーかかっておりますけども、曲のノリはいいんですけども、タイトルが、白ということでですね。あと先ほど、南さんの出た軍とか、ボタン上昇ですね、その辺に。いやー、黄色カットイン。前回と比べると信頼度の落ちるミュージック SPSP リーチのアキちゃん、大当たりゲットできるのかな。おーっと、微妙なパターンから2回の大当たりゲット。まあ当たっただけでボール来てますからね。おめでとうございます。まあよく言えばさっきのリーチだったんですけど。ミカエロさん、今5台押し演出は出てましたでしょうかね。はい、5台押し演出は出てましたでしょうかね。出てないですよね。ないですね。出てないですね、はい。大当たり1回ということで、私数数えられないんですけども、一つは数えられますんで一回お願いします。はい、8ポイント、はい。おー、またいいですね。1回でも8引けばおんのりです、ね、おめでとうございま す, ありがとうございます。さあ二階堂さん一歩抜けましたよ、頭。トイットライダーの南さん、これイントロリーチですかね。あ、お赤い、でもまずトイン赤はかなり上位パターンですので、はい、ぽい、どうだ。 おっと来ました。ただでも5台演出はなかったので、じゃあ1でいいですね。1回です、大丈夫ですか。はい、でも当たりました。はい、おめでとうございます。こういう当たり方もあるからやっぱりいいですよね。そうですね、はい。じゃあ1回お願いします。はい、怖い。お、8。おっと8、やりました。さあ、いいデッドヒートですね。安心しました。じゃあ南さん、はい、8ポイントゲット、おめでとうございます。これでマリカちゃんとアキちゃんが同点だよ。ミカちゃんはちょっと離されちゃったね。しかし、そんなミカちゃんにミュージックラッシュチャレンジ。ミュージックラッシュチャレンジ、初めて見た。集合ゲージが溜まればミュージックラッシュ突入。サプライズボタンを押した時の文字にも注目だよ。さあ皆さん今サプライズ出ましたね。これ当たりです。あの、私の記憶が正しければ当たりでございます。もう押さなくても大丈夫なんですけど、一応押してください。もう OK です。はい、おめでとうございます。やった。これで、ラッシュに直接突入しますけども、皆さん、はい、5台押し演出ありましたか。ないですね。このミュージックラッシュチャレンジっていうやつが。あ、じゃあ1個だけで。8です。お、8ポイント。でもまだ負けてますね。ありますね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。やりますね。なかなか差が広がらないですね。そうですね。
これ48入ってるんですかね、これどうなんですかね。どうなんでしょう、入ってます入ってます、大丈夫です。そして3人とも連チャン状態のミュージックラッシュに突入したよ。やっぱすごいですね、これあれじゃないですか、このミュージックラッシュ中の 50% が2000発じゃないですか。やっぱすごいよく出ますね。いやそうなんですよ ね、ライトミドルって打ちやすいタイプなんですけど2000の割合も多いんですよ。すごい、どんどん増えます。出玉感がすごくある機種ですね。はい、出玉感本当すごいです。はい、さあミカエラさんもまた来ました。学園止まりませんねこれ皆さん。やっぱりミュージックラッシュ中は楽しいよね。3人とも勝負を忘れて楽しんでるよ。学園が終わりそうにありませんねこれ。ミカエラさんまた光りそうですね、ハンドルが。ハンドルが光る。はい、ミカエラさん大連チャンしております。ミカエラさん大連チャンですね。大連チャン見ればハンドル光ってるみたいな。本当に横を見ると光ってるんですよ、いつもいつも光ってる。ここがいつもピカピカしてる。すごい、さすがさすがって感じがします。そんな中マリカちゃんは一足先に連チャン終了。はい、南さんが確変状態終わりましてアンコールモードに突入です。はい、さあ、皆さんも、アンコールモードですね、これも通常状態なので当たればポイントが獲得できます。やっぱり一気に差を広げるためには五大演出ですですよね、はい、まずは何かが起こる。お、赤いですよ。マリカちゃんにアイキャッチ予告の赤背景が出現。いい、ね、さらに熱いのはゼブラからだけど、いやー、あ、ゼブラ、あー、ゼブラ来た、ゼブラ来た。セックライトコンボの背景が奇跡がゼブラですね。はい、ゼブラです。5台押し1個獲得です。もう1回でしょ。マリカちゃん、ここからどんなリーチに発展するかに注目だね。さあ、そうですよね、タイトルですね、タイトルの色。あ、まだまだですよね。今のね、背景赤い、これは熱いんですけど、はい、16C シンパシーで、はい、2つ、五大推し演出2つ出ましたね。そうですよね、ゼブラとこの16シンパシーエスク3個。おお、初め超絶カットイン来ました。これ3個ですから当たれば4回引けますよ。4回引きたいです。ぜひ当たってください。これで当たらなかったらちょっと私の引きの弱さが。はい、これは当たりますよね。来ました、タイ抜きを見たから4回引いちゃいますからね。はい、もう3個複合したらもう強いですからね。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは大当たりも含めてなんと4回イエーイ。マリカちゃんに本日最大のチャンスが。さて何ポイントゲットできるかな。じゃあ引いてもらいましょう。はい、はい、1つ目、2つ目は4、はい、4。まあまああと3回いけますからね。4、ちょっと4しか入ってないじゃないですか。いやいやいや、大丈夫ですか。これは熱いですよ。本当ですか。4、ちょっと待ってくださいよ。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。ガチ入ってますよ、入ってますよ。え、4じゃないですか。全部4だよ。皆さん、はい、引きたかったそれ。いやいや、これ避けるのすごいですよ。はい、マジっすか。とりあえず、南さん4つ引いて、オール4ということで16ポイントおめでとうございます。48本当に入ってた。入ってますよ。はい、あのこういうところが引きの弱さがね出ちゃうんですよね。今南さんが52ポイントで、二階堂さん36ポイント、南さん32ポイント。ちょっとですね、今日最大の差が、今出ておりますので、ちょっとそろそろですよ、本気出すのは。そんな本気を出したいミカちゃんにリーチ。はい、6点牌で48豪華。なんか5大欲しいース来ない。いやー、しばらずか。そして白タイトル。そっか、これは厳しい。これはですね、じゃんけん大会チャンスに期待したいですね。
はい、さあ、お、じゃんけん煽りがあった。またじゃんけんでこれ1回も勝ってない。これは結構熱いところです。熱いパターンからのじゃんけん大会チャンスも熱いんです。これ熱いパターンからじゃんけん大会チャンスに発展したときは熱いんですよ。熱いですかこれ。はい、本当に。たださっき俺 90% って言って外してるんで、あんまり信用しないでください。これは外れると思うんだけども、この色ですね。さあどうだ、うん、司会の塩野さんを全然信用してないミカちゃん、果たして塩野さんの予想は当たるのかな。ほら、いつもチョキで負けるんですよ彼女はい、いつもチョキで負けるんですよ。おお、ほら言ったでしょ今当たったから言ったじゃないですか。後付けじゃないですか。そんなおめでとうございますありがとうございます、はい、5台押しポイントが、私が見る限り出ていませんでしたので、皆さんツッコミが激しいからな。今確認しますよ。はい、やつはいますよ、やつはいます、やつはいます。何ですか。あー、おめでとうございます。これです。ミカちゃんの予想を裏切り、司会者塩野さんの予想が見事的中。でも塩野さん、ミカちゃんに終始タジタジだね。次また初当たり引かないといけないですもんね。5台押し絡みで初当たり引けば全然逆転できる。 ね、はい、そんな2人を尻目にアキちゃんはイントロリーチから大当たりをゲット。来た来た来た、すごい、そのまま当たった。ミカエロさん来ましたねすごい油断してましたもんね今ね今のはなかなか薄いとこ引いたと思いますよ。はい、5台押しはなかったんですが、大当たりゲットにつき、1回引いてもらいます。1個ですよね、はい、1回でございます。なんかもう激アツ外して、なんか適当なので当たってトン8。あ、いいですよ、全然 OK です。まあ中身ですからね。そうです、末広がりですからね、末、はい、広がり。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また差が詰まってきてますんでね、これどうにでもなるパターンですよ。これはまだまだ目が離せないです。勝負は終盤、マリカちゃんが一歩リードしてるけど、一発逆転の48ポイントがあるだけに、まだまだ逆転は可能だよ感じですね。はい、出ちゃっておりますけども。そしてアンコールモード中のアキちゃんにチャンス。はい、二階堂さん、疑似連で、AKB ロゴ、ピンクエフェクトなんで、リーチがかかれば5台押し演出のチームサプライズ SPSP リーチのアキちゃん大チャンス。転敗すれば、おー、転敗した。激アツ、これは熱いです。おっと、シルエットが来て、これは出てくるんでしょうか。おー、出てきた、48フラッシュ来た、当たる2つ。はい、押し面演出、5台押し演出2つ。ミカエロさん、2つで大丈夫ですね。2つです。はい、そして当たれば3回ということで、当たる。さあ、これ勝負どころだな。これ、ここが勝負どころのアキちゃん。アキちゃん、頑張って。うわー、ボタンが、おっ、え、外れちゃった。サプライズボタン上昇で外すのか、これ。あー、あーっと、痛恨の激アツ。ないのね、二階堂さん、これマイナス50ポイントじゃないですかね、これ。アキちゃん、痛恨の外れ。でも、そんなアキちゃんに二度目のチャンスが。二階堂さん、二つまた、五台押し演出が出てますね。先ほど外したのと同じようなパターンですけども、今度はどうなんでしょうか。奇しくも、先ほどと同じパターンでリーチのアキちゃん。悔しい思いを晴らして。さっきは、ボタンが上昇してましたからね。そのあたりでも注目してみていただけると。さあ、どうか、どうか。はい、はぁー、ノー、はぁー、ノー、ちゃうか、ほんとに。ほんと熱いはずなんですけども。熱いですよね、16チンパシー。アキちゃん、残念ながら2度目もチャンスをつかめず。いやもう、あの二階堂さんの今の2回の外れは、あれ結構痛いですよ。テンションがおかしくなってきたアキちゃんを尻目に、マリカちゃんにミュージックラッシュチャレンジが発生。
こで当たったよ。本当ですか？これは、文字に注目ですね。グレイトっていう文字が、頻繁に出れば。私でもこれプライベートで外したんですよ。あららら、ネガティブはダメですよ。ネガティブは大丈夫、お願い、はい、今のところみんな成功しているミュージックラッシュチャレンジ、マリカちゃんも成功できるかな。大丈夫大丈夫。あ、ほらほら、あらら、この間と一緒、プライベートと一緒。あらおーっと、あれ復活パターン、やっぱ熱いな。当たった。さあじゃあ1回ありがとうございます。ブツは入っておりますね。じゃあ引かせていただきます。ドン、あ、8ポイント、はい、8ポイント、はい、それでも8ポイント、OK です。ありがとうございます、おめでとうございます。またちょっと差が広がりましたね。累計60ポイントで独走状態に突入したマリカちゃん。このままだとマリカちゃんが勝利。残りの2人はマリカちゃんの独走を止めることができるのかな。そしてここでチャンスをつかんだのはミカちゃん。液晶に注目。さあ、皆さんが今 AKB 揃えば AKB チャンス。はい、 AKB 止まりました。 AKB チャンスでございます。好きなチームを選んでください。どのチームを選んでも信頼度変わりませんので。マリコ様推しのミカちゃん、ここは当然チーム A だよね。マリコさんどこにいる。マリコさんどこの。チーム A でございます。チーム A でございます。もう選んじゃった。はい、マリコ様推しなんですが、いないチーム K ということで。チーム K の演出はボタンを押すたびにレベルアップ。マックスまで行けば大チャンスだよ。ミカちゃんレベル4まで行ったね。すごいですね、はい、およーし、おっとやった、すごい、ミラシさん当たりました。チーム K で良かったですね。はい、おめでとうございます。ただ1回これ。さあ引いていただきましょう。ラストチャンスだなこれ。後がなくなってきたミカちゃん、奇跡を起こせるのかな。いきますよ。はい、どうぞ押せ。さあ、48出ました。ミカちゃん、土壇場でついに48ポイントゲット。ああ、これじゃさすがに追いつけないね。ということで、終了。ここで終了です。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。結果は見え見えだけど、一応報告するよ。はい、最終的なポイントがですね、はい、二階堂さんが44ポイント、はい、そして、南さんが60ポイント、はい、頑張りました、そして、水瀬さんが88ポイントということで、ダブルスコア、水瀬さんの優勝ということで、おめでとうございます。すいません、なんか結果はパチスロ極め代表ミカちゃんが見事勝利。発売中のパチスロ極めにも実践風景が載ってるから、ぜひ読んでね。この台の感想みたいなもんですね、一つちょっとお聞かせ願えればと思うんですが、二階堂さんからどうでしょうか、ね、そうですね、私やっぱ歌がいいなと思って、歌いですよね、もうだいぶ聞き入ってましたね、うん、覚えちゃいますよね、やっぱり、ね、あと覚えたいのもあるんですけど、うん、大当たり中ずっとこう流れてるじゃないですか、はいはい、でずっと歌ってると消化がすっごい早く感じるんですよ。あ、確かにあ、もう終わったのみたいな。カラオケのレパートリーが増えちゃいます、増えますね。南さんどうでしょうか、うん、私ですか、はい、今日は私5大演出全部出したんですけど、そうですね、はい、やっぱそこも良かったんですけど、継続率がすごいいいのと、はい、出玉感が半端なかったじゃないですか。そうですね、はい、もうあれがたまらなく楽しかったです。オレンちゃんがやっぱり一回始まるとね、うん、もう止まらず、もりもり増えてくっていうね。いや本当にすごい、ライトミドルなのにこんなに出ていいのって思っちゃったんです。すごいですよね、すごかったです。もうその出玉感がまたね、いいということで、うん、また、皆さんどうでしたかね。皆さん結構レンちゃんレンちゃん、いや私すごかったですね、あれボールで行きたいなぐらいの。本当だって横見たらずっとピンフラッシュが光ってるから、ね、まただみたいな。俺も困っちゃいましたよね、なかなかまだまだ続いてるのかみたいな、なかったんで。といったわけでですね、まあはい、じゃあ谷口くんからですね、はい、トロフィーと副賞の方、わーい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。すいません、これ本当にもらえるんですか。すごいすごい、家に飾らせてもらいます。はい、大丈夫でございます。はい、持ってますんで大丈夫ですよ、手離してもらって。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんだったらもっと前に来てもらって全然構わない。もっと出てください。いや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 、はい、さよなら。どうもありがとうございました。どうもグダグダじゃないですか。グダ打ってくださいね。最後までグダグダだったけど、とっても面白い台だから、みんなぜひ打ってみてね。